そうそう、田中さんリコッタコンクール優勝しあったみたいですね。すごいなぁ。やっぱり昔ね、一回演奏聞いたんですけど、本当に素晴らしくて。ああ、高博な、あの子この前うち来てやったで。えらいくつろいでな、自分の家を求んでんなあいつな。向こうもいろいろ大変らしいで。ベルちゃんも厳しいんやて。ベルちゃん、いや、ベルクマン教授なんて知らんの？めっちゃ有名な人やんか。ああ、あのベルクマン教授ですね、有名な。はい、もちろん知ってますけれども、ベルクマン教授のことベルちゃんって呼んでんねや。そうそう、この間コウスケとお茶したわ。コウスケ？うん、前田コウスケ。この前の千田国際コンクール優勝の。すごいですね。やっぱりあの子はしっかりしてやるわ。うちの友果にどうかな思ってんねん。どうっていうのは結婚相手やんか。そりゃ友果には有名な音楽家と結婚してもらわんと。今まで何人かようわからん彼氏連れてきたけどな、全員別れさせた。友果のためならへんもん。友果もいろいろ大変やな、辛いな。で、あんたも頑張りや。全然国際コンクール賞取ってへんやん。ほっといてもらえますか。